私たちをね振り分けてるんだよ。なんかよくわかんない、こうツクって見てみようや。見る。まずね、野望ストリーム、野望の夢。あ、まあまあね。まあまあまあ、野望の夢、あのアイドルのね大先輩、そしてディーバですよ、歌姫ですね。うん、これなんかなんか、なんかなんか言ってるけど、まあまあ野望の夢だからいるってことだからね。アイディアル清掃、アイディアルっていうのは理想っていう意味ね。理想の清掃。まあ確かに。 清掃だよな。清掃ですな。ミオママも、あやめ先輩も清掃だよな。ASMR清掃。ちょっとわ、ASMR清掃。ちょっと、ASMR。うん。まあまあまあ。まあでもね、あの耳に響くような清掃っていうのはね、あるかもしれない。あ、それはね、そうだね、ありますよね。あと耳に響いてくる。あの、秋元先輩のあら。 あらなんて言われちゃったら、もうね、もう大のおじさんでも涙目よ。そうよ、もう一生動画再生しちゃうの。動画再生する。で、ね、ロボコさんの ASMR ね、ありましたね、昨日。あったね。清掃、ASMR清掃。本当に清掃。ね、で、サプライズングリー清掃。あの、驚くほど清掃。まあ、というか、 清掃だ、驚く。うん、まあ意外とね、まあ確かに、まあ清掃かと思う。うん、清掃。これちょっと清掃にハテナつけてる人たちってことでいいですかね。そうだね、これはなんかちょっと混ざってるね。うん、なんかちょっとね、なんか混ざってんね。ちょっと同意できるかわかんない。解釈フィッチかな。スタンダード清掃。まあスタンダードってのはわかるよね。そうだよね、やっぱりみんなわかってるね。Ready me, Mina. Thank you, thank you. Very, very 清掃. Dependency. Yes, yes. Thank you, thank you. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. うるせえ、口数増えたよね。で、まあこちらが perfectly disguised 清掃。隠れ、完全に完璧に隠れているって清掃。隠れている清掃。まあ清掃隠れすぎて顔出してないって感じだかな。ねえ。そう。まあまあ、ちょっとまあスイコパスだからね。そうね。Not a shred of dignity.威厳のかけらもない、尊厳のかけらもない。うん、解釈一致。解釈一致。これはそう、さすがね、分かってるね、みんな。清楚じゃない。え、清楚じゃないよね。ホモワイブの中ではこうかもしれないけど、例えばこれがですよ、一般的な人間のやつだったら、もうこのミーム自体のこの下からやっと人類が現れ始めるってわけ。そういうこと。はいはい。<笑>ネクストミーム。全くふざけやがって。これじゃない。解釈一致だ。